潜水艦はまだ港だ。だが搬入口はもう閉じている。すぐに出航するぞ。入る方法はあるか。奴らの軍用ネットワーク端末を使うしかないな。それに繋いでくれればあとは何とかする。 KPA は武器をビルに運び込んでいる。 EMP グレネードランチャーを見たぞ。チェックしてみてくれ。ハッチを開けられるか。非常用システムにアクセスする。火災報知器を作動させてやるのさ。これでハッチが開くはずだ。よし。コンテナは見当たらない。すでに潜水艦の中に運び込んだに違いない。周りは KPU だらけだ。敵のヘリも続々とそっちへ向かっている。一体何があった。おそらく俺が原因だ。奴らの警備システムに侵入した。オニール、直ちに帰還しろ。貴様に援護を要請した覚えはない。これ以上勝手な行動は許さん。おい。いや、彼女は正しい。ブイトールを起動させる。もう大丈夫だろ。サイコ、潜水艦はいつでも出航できる状態だ。貴様がいるエリアはすぐに KPA だらけになる。あとは貴様が潜水艦に乗り込むしかない。
リー大佐、リー大佐。アメリカのクソが。俺はイギリス人だ、マペット野郎。マペット、アホって意味さ。スーツをいじくってやると小さくなる、徐々に。そして体を締め付ける。スーツが自動補正しない限り耐えられぬほどになる。皮膚とスーツの間に隙間ができると、皮膚に刺すような痛みが走る。そして隙間が広がれば皮膚が引き剥がされる。俺は捕虜なんだぞ、てめえ。協定に反しているのは知っている。だがナノスーツは承認された軍服ではない。よって協定は無効だ。衝撃に備えよ。クルーは浮上を直ちにブリッジへ向かえ。衝撃に備えよ。クルーは浮上を直ちにブリッジへ向かえ。